木友則は、平安時代前期の官人、歌人、宮内県小遊、木遊友の子。官位は6位、大内記。36家臣の一人。40歳過ぎまで無冠であったが、和歌には巧みで多くの歌合わせに出英している。寛平9年に、土佐城、翌正泰元年に小内記、延喜4年に大内記に任せられる。木貫之、三二田峰と共に、古今和歌集の選者となったが、完成を見ずに没した。古今和歌集巻16に友則の死を悼む貫之、忠峰の歌が収められている。古今和歌集の45首をはじめとして、五選和歌集、周囲和歌集などの直選和歌集に、計64首に詩集している。歌集に、友則集がある。寛平年間に、近中で行われた歌合わせに参加した際、友則は左列にいて、初刈りという秋の題で和歌を競うことになった。そこで、春霞霞ていにしかりがねは今ぞなくなる秋霧の上にと読んだ。右列の者たちは、春霞という職を聞いた時に季節が違うと思って笑ったが、第二句以下の展開を聞くに及んで、逆に面目なく感じ黙り込んでしまった。そして、これが友則の出世のきっかけになったという。なお、この歌は、古今和歌集秋上では、題知らず詠み人知らずとされている。古今和歌集目録による。ありがとうございます。